自慢インタビュー、わーい。さて、今年は TGRF 初の企画ということで、愛車自慢コンテストというものがあるんですけれども、あちらをご覧ください。ここには愛車を自慢したい方々とその愛車たちがたくさん集まっているんですけれども、ちょっといろいろとインタビューしちゃいたいと思います。それでは早速愛車を自慢してもらいましょう。あ、すごいメタリックなピンクもありますね。あ、かっこいい。いろいろ見てると岡崎とか京都とか群馬とかいろいろなところから、宮城からもいらっしゃってますね。はい、いろいろありますけれども、あら、ちょっとひときわ目立ちますね。カブトムシ色ですよ。あれは湘南からいらしてますね。ちょっとオーナーさんにお話を聞きたいんですけれども、オーナーさんオーナーさんいますか。オーナーさん違ういらっしゃらないですかね。残念です。はい、ということで会場を見渡しているんですけれども、あ、ちょっとあれ見てください。ちょっとひときわ目立つラブリーピンクなんですけど、ちょっとお話伺いたいと思います。こんにちは、オーナーさんでいらっしゃいますか。あ、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。はい、こんにちは。あ、じゃあまずお名前教えてください。ブラックラインの鈴木と申します。お、鈴木さん、はい、すっごいかっこいいんですけれども、こちらの車種とメーカーを教えてもらってもよろしいですか。これはね、はい、車はベースになってないので、はい、パイプで車を作って、車のカバーをかぶしてる。はい、じゃあ車はもともとないんです。じゃあハンドメイド率とか何パーセントくらいですか。 100% ですね。おー、 100% あのいきなりの猛者が現れてますけれども、こちらあのおいくらくらいかけましたか。あー、何千万だろう。何千万っていう単位です。すごいですね。ドラッグレースの専用の、はい、わかります。ドラッグレース。ちょっと私ごめんなさい、400m 走って、はい、後ろのパラシュートでこうバーンって。あー、すごい。いや、でもこんなに目立つというか目を引く車というか、すごいもうみんなの注目の的ですよね。そう、ちょっとドラッグを今年は流行らせましょうっていう団体の趣旨で、はいはい、ちょっとこういうところに持ってきてみました。はい、じゃあ、 あのカメラに向かって一番の自慢ポイントを教えてください。自慢はね、はい、パラシュートついてます。おパラシュート。あのタイヤが太いかな。あ、うん、じゃあ一番のお気に入りのパーツはやっぱりタイヤですか。うん、まあ全部だけど。あ、これパラシュート。これはパラシュート。わあ、すごい。タイヤがものすごく太い。あれ、鈴木さんのイラスト似てます、ええ、すごいプロに変えてもらった。似てますね。いや、すごい、このオリジナル度がすごいですね。うん、そうですね。 ありがとうございました。